はい、えー、今回はリクエストいただきました Vegas Pro で手振れや地震などの揺れの表現の作り方をご紹介していきます。まず、素材をタイムラインに配置します。こんな感じの写真素材となっています。この素材を揺らしていきます。まず、イベントパンクロップを開きます。そして、プリセットから16対9を選んで画角に合わせていきます。そして、 揺らすためにこの画角を少し小さくします。この状態でこの画角自体を移動させて揺らしていきます。タイムラインの時間を少し進めます。そしてクリックして、ドラッグでも移動できるのですが少しずつ移動させたいので、クリックして矢印キーで移動させます。 そして再生すると、こんな感じで少し移動しました。これを繰り返すことで揺れを作っていきます。時間を少し進めて、クリックして違う方向へ移動します。矢印キー。さらに、進めて、また移動。進めて、移動。進めて、移動。 こんな感じですねそして再生するとこんな感じとなっていますそしてこの状態ですと少しこの動きの向きが変わるときですねカクッと変わってしまうのでこの動きを調整していきますこのキーフレーム全てをドラッグで選択しますそしてキーフレームの上で右クリック リニア、直線的な動きとなっているんですが、これをスムーズに変えます。すると、こんな感じで少し柔らかい動きとなります。ちょっと元々のアニメーションの動きが雑なので、キーフレームを削除して調整していきます。 これが最初のキーフレームですね位置ですねこんな感じで手ブレのような表現を作ることができます 次にさらに激しい動きですね地震のような表現を作る時は単純にこのキーフレームの間隔を縮めて動きを激しくすることで作ることができます一旦キーフレームを削除しますそして最初の部分だけ残しておき時間を少し進めて移動少し進めてまた逆方向に移動、まあ、これは動き激しくていいのでドラッグで行っていきます 少し進めて移動こんな感じとしておきます。見てみるとこんな感じですね。 そして、これはもっと動きを激しくしたいので、キーフレームを選択して、動きのタイプを、シャープに変えてみます。すると、こんな感じですね。カクカクと、素早く動くような表現となります。こんな感じで、地震のような表現を、衝撃の表現ですね、を作ることができます。さらに、こういった激しい表現ですね、の時は、例えば、右クリック、トラックを複製。 で、複製します。そして、アニメーションのタイミングを少しずらしたものを、不透明度、まあ50、50%ぐらいで重ねてやります。すると、こういうブレですね。が発生することで、さらに躍動感のある表現となります。オフにすると、ミュートにすると、 単体で揺れてたものが少し時間をずらしたものを不透明度50%で重ねることでブレですねを作って躍動感のある表現を作ることができますこんな感じで簡単に揺れの表現を作ることができます今回は以上ですまたお会いしましょう